3番さんから半時計回りでワードとかあるので、2番さん以降の方はされていただいて、されたらチャットにさーとかされたよっていう感じで打ってください。で、配信は閉じてください。お願いします。素晴らしい、その通りです。あ、こんばんは。あ、こんばんは。5番さんのお題はごま油です。ごま油。なるほど、了解です。はい、じゃあそのままお待ちください。好きだよ、僕相当好き、マジで好き。こんばんは。おはようございます。おはようございます。おはようございます。2番さんも起きたかな。はい、おはようございます。配役は村人が3、狼が1で狐が1で、一応狼と村人は比較的割と近いお題が配られていて、サラダ油なわけないな。でもだいぶかけ離れたお題が配られています。いや、サラダ油じゃないと思うな。10分間ぐらいお話し合いした後に、オリーブ、まず狐を釣って、で狐は釣られてしまっても逆転チャンスというのがあるので、村と狼のお題を当ててください。その後に狼を釣るという流れになります。だから今から10分間なので、村なら、俺が村なら、狼なら、0時51分までお話し合いしてください。それではどうぞ。はい、よろしくお願いします。皆さんお願いします。はい、じゃあね、お願いします。僕質問ぶちかましていいですか。じゃあ僕からでね、ちょっと先行結構有利感あるけど、じゃあ軽くね、軽くそのお題6番さんから、まあ好き嫌い普通どれかな。6番さん、ふ嫌いよりの、あ、どうだろう、でも嫌いじゃない、普通かな。普通、もう違うわ多分。あ、じゃあ順番に1番さんお願いします。順番に1番さん。好きか嫌いかと言われれば普通だね。別に好きでもなく嫌いでもない。マジ？クソ好きなんだけど。え？割と好きです。私は割と嫌いです。え？あ、そうですか。僕結構好きですよ。6番さんどうぞ。いやー、なんかそれを触った感じってどんな感じですか？絶対違う。1番さんからお願いします。絶対違う。絶対違う。硬くはないけど柔らかくもないかな。二番さんどうぞ。触った感じ、硬くもなく柔らかくもないけど、ま、硬いのもあるかな。三番さんどうぞ。いや、全く一緒なんですよね。でも私はなんかその触った感じがちょっとあんま好きじゃないなっていう感じです。小馬さんどうぞ。いや、これは完全にそうだね。まあ、硬くも柔くもないが一番適当だと思うから、触った感じ、硬くも柔くもない。6番さんどうぞ。あ、じゃあ1番さんか。あ、6番さんが答えてほしいわ。私はもう3番さんのなんか触った感じがちょっと嫌いっていうのはめっちゃわかります。そう、でも硬い感じもするけど見た目は、はい。きついきつい、そこきつねか。1番さん質問でいいですよ。そうですね。じゃあこの、まあ、対象に対して思い出とかないよ。ありますか？ない。ないです。な、思い出って。思い出。ねえから。幸せになれる、食べたら時おいしいから。思い出ってなんだよ。ちょっとよくわかんない。その質問の人がちょっとよくわからないですけど。いや、思い出意味わかんない。いや、これ1つ潰すか。痛い思い出が一番強いかな。痛い思い出、痛くなる時もある気がする。3番さんどうぞ。痛い、いやー、2番さんわかりますよ。なんか思い出っていう質問がちょっとなんか微妙ですよね。まあ思い出というか、なんか別に特にないです。5番さんどうぞ。いや、これは完全に1とは、僕はお題は違うと思う。そう、思い出の
思い出っていう聞き方が意味わからんからないし、まあ2番さんが言ってたその痛い思い出の人はいるかもみたいなこと言ってることはわかる。だから2番さんは同じだと思った。6番さんどうぞ。全くわからん。何が、確かに思い出はわかんないけど、なんか嫌な思い出ならあるかな。なんか音が嫌な音時はあったかな。 音が嫌な時あったの。まあ、正直思い出って言い方はあんまり適切ではなかったかもしんないけど、でも俺6番さんの言ってることがすごく分かったから。嘘つくなよ。その嫌な音がしたみたいなっていうのは多分物が近いのかなっていうふうには思ったんだけど、俺思い出って言い方ちょっと悪かったかもしれないな。一応狼236村だろこれ。じゃあ2番さん質問。いや全く分からん。痛く音ミキサーとか。じゃあそれを最後に見たのはいつですか。怖い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 。3番さんからお願いします。質問先にしてよかったこれ。いつ見たか、まあ1週間ぐらい。最近見てないですね。最近見てないんだ。5番さんどうぞ。ちょっと勝負かけていい。あ、そうなんだね。僕ね、ここ1週間で見てる。ここ1週間で見てますよ。6番さんどうぞ。勝負かけたよ。どうなんだろう。どうだ。でも見てないかな最近は。ああ、ちょっと待って。あんまり見ちゃダメ。そんな見てちゃダメ。身近にあるものじゃないかなって。あ、そうなの？そうなの？どうぞ。そうなんだ。ないんだ。自分もそうですね。最近は見てないですね。多分記憶にないぐらい。記憶ないんだ。覚えがないかな。ダメだ。やばい。やばい。ないの？あるよ、俺。あるよ。ごま油でしょ。え、皆さん見てないんですね。私今週一昨日ぐらい見ましたね。だよね。じゃあ、だよね、3番さん。よかった、質問者が見てて。質問者が見ててよかった。はい、多分6番さんがちょっとスカスすぎっていうか結構同じお題なんだなと思うので、うん、1番さんと5番さんにじゃあ質問します。やめて。じゃあちょっと究極の丸三角四角をやだやだやだ。1号の順番でお願いします。1号よかった。1号だ。多分俺村だと思うんだけど、6番さん言ってること分かるもん。四角です。5番さんどうぞ。いや、これは四角でしょ。これは究極だったけど、いや1が四角って答えられたのはびっくりした。いやでも僕さ、2にも聞きたいわ。2にも。いや、圧倒的四角ですよ。よかった。あ、よかったよ。なるほど、ありがとうございます。あ、え、僕か。え、じゃあちょい、いや、これ一人間だと思うけどね。四角を攻めたと思うけどね。一番さん、イメージカラーはどうかな。殺せ一よ。絶対裏だと思うんだけど。一殺せよ。白。白ね。あー、6は絶対。いや、ちょっと、どうかな。2番さんのやつは、その、今週見たってのは、わかるんで、3聞きたい。3聞くわ。どうですか？どうですか？いや、私も白ですよ。白、はい、白以外。まあそうか。はい、多分ないです。オッケーです。じゃあ質問終わります。6番さんどうぞ。白。白。じゃあどうし。硬くも柔らかくもない。難しい。どうしよう。その。痒くなることがある。そのじゃあ。痒くなる。痛くなることがある。それはいつ最近いつ使いましどんな時に使いましたか。5番さんからお願いします。やだやだやだ。どんな時で使ったか。え、どんな時って、それは朝昼夜みたいな感じでいいの、答え方としては。朝昼夜。朝昼夜か。でもまあ、じゃあそれで夜ですね。夜。なるほど。やだやだ。死にたくない。もからさんまさんも朝昼夜ですか。
ちょっと難しいですね。でも夜よりなのかなと思います。ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある。朝昼夜で言ったら夜なんですかね。お、赤ちゃん、赤ちゃん泣いてる。一番さんどうぞ。子持ちしよう。あらベイビー。朝昼夜っていうもんなのかなと思ったんだけどな。いや意味わかんないもん。あえて言うなら夜なのかなって感じはしました。はい、あ、自分6番さんも答えていいよ。あ、私は朝昼晩だと別にどこもなんか使う人は使う人で朝昼晩どこでも使うんじゃないかなって。何これお題。朝昼晩だとわかんねえ。まあ僕か、多分613か村なのかなと思ったんだけど、どうなのかな。6番さんと3番さんどう思ってるのか分かんないんだけど、5番さんと2番さんに答えてほしいんだけど、どんな時使用しますか。知らないよ。具体的にどんな時に使用しますか。すかさない程度に答えてほしい。うわぁ、誰から。え、それはどっちから言ってんの。じゃあ5番さんから2番さんの順番で。ええ、いや、どんな時かでしょ。まあキッチンで使うかな。キッチンで使う。2番さんどうぞ。死んだ、多分死んだ。すかさない程度、多分死んだぞ。難しくないですかね。まあ、一応運ぶとき、運ぶとき、入れて運ぶときかな。あ、じゃあ3番さんと6番さんは入れて運ぶって。いや、2番さんと一緒です。一緒ですね。え、キッチンじゃないの。え、キッチンでしょ。え、逆にキッチンで使わないのはそれ遅れてると思う、僕は。今時はどうだろう。でも、まあ、でもい、なんか分かる気もするけど。え、でしょ。うん、6はね、透かしすぎだからね、さっきからね。そう、6はもう絶対無駄なんだよね。いや、ステさん絶対すり寄ってますよね、これ。すり寄ってないよ。そう、キッチン限定はおかしいから。いや、基本キッチンでも使うけど、基本としてそうなのみたいな。基本キッチンだけどな、僕は。うん、え、だから、え、あの、見てない、はい、一番さん、あの6番さんの朝昼夜って私夜って乗っかっちゃったんですけど、正直分かんなかったんですけど、1番さんどう思います。ああ、一緒ですよ。あえて言うなら夜みたいな言い方しましたけど、朝昼夜っていうそういう時間で区切られるものではないですね。いや、それはだってほら、いや僕はほら物を運ぶ、違うよ。でもそれはプテさんがいや、だってほら、みんなはね、まあ僕もうずっと実況者だからずっと家にいるのよ。だからやっぱ朝昼夜はちょっと大事な問題だったんだよな、今の大事な問題だったんだよな。ちょっと質問自分していいっすか。自分いい、ちょっと真剣に答えてほしいんだけど、いい、衣食住どれ関係するかとかちょっと聞いてもいい。じゃあ衣食住だとどれに一番密接なのか、ちょっとじゃあ6番ちゃん教えて。ああ、でも食かな。食なんだ。あんまり透かしちゃダメだと思うけどね。食、まあ、相手なら食でしょう。食だ。硬くも柔らかくもなくて、まあ、食でしょうね。音が嫌な時。同じですね、食ですね。ちょっと5番さんに透かさないように頑張りましょう。音が嫌な時がある。はーい、では食で。よろしいかしら。硬くなくて柔らかくもない。良いわね。では、考察の時間です。この人がキツネだな、狼だなという考察を5番さんから時計回りにしていってください。それはどうぞ。ああ、食品取り、発泡スチロールはあるな。発泡スチロールある。あ、僕からですか。はい、お願いします。確実にキツネは1で、狼目なのはやっぱ3かなと思ってるんだよね、僕は。まあでもね、ちょっと考え方がちょっと合わなかったなーっていうところは正直な印象。61233とは。で、やっぱ僕は村だと確信してるから、しっかりと一から殺すべきだと僕は思ってるよ。うん。あともうちょっと言ったら、しっ
かりとお題がどういうものなのかを具体的に説明、考察タイムでもいいから説明した方がいいと思う。もうちょっと。はい。6番さん。1番さんかわいそうからね。ワード当てれなかったら。だから6番さんもちょっと言った方がいいと思う。ワードね。ワードの情報を。1、キツネさん、オオカミです。6番さんどうぞ。はい。私は、まあ、5番さんが、キツネかなって。キツネだと思います。運ぶときだもんね。私が質問したときに朝昼晩ってまず出てきたところがちょっともうキツネっぽいなって思って、 1,2,3 は食品トレイ同じっぽいけど、強いて言うんだったら2番さんが狼かなって思って、食品トレイ1番さんはすごいなんか同じだと思ったで、なんかお題言った方がいいって言われたんですけど、イメージカラーで白ですよと答えて1番さん、あとの1人託します。1番さんどうぞ。で、うん、そうですね、最近見てない5番さんがキツネ、2番さんが狼かなって思いました。食品トレイなら、まあ、は多分かけ離れすぎて、その朝昼夜みたいな話が出てきたなので、まずキツネだろうって、2番さんが狼だと思ったのは、最初なんか思い出って聞いたときに痛い思い出って聞いたんだけど、痛いっていう概念は多分ないよねっていうのと、痛い思い出、まあ、どんなとき使いますかってときに物を運ぶとき使いますって言ったから、多分近い、それに近しいお題なんだろうなっていうふうに思ったから、ダンボールあるな、狼かなっていうふうに思いました。発泡スチロールとダンボールあるな。2番さんから釣ります。お題については話さないですよ。2番さんどうぞ。うん、あるな。はい、皆さん結構鬼畜ですね。あの、まあ、手で狐は間違いなく怪我しちゃう時ってあるからでしょう。で、狼だと思ってるのが、よし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 、1番か3番でちょっと迷っていて、1番さんはちょっとなんか思い出みたいな話をあらベイビー、ちょっとなんか思い出ってあるようなあ、ごめんなさい、ものじゃない気がして、で、痛いって言ったのはなんか音がちょっとあれじゃないですか、うわっって思うような、それがちょっとごめんなさい、痛いっていう風に言っちゃったんですけど、私の中ではその耳が痛いっていう意味でごめんなさい言ったつもりでした。で、3番さんはなんか結構あの6番さんにすり寄ってるのがすごい見える感じがして、ちょっと狼っぽいなと思って。うわ、これダンボールあるぞ。一応今日は5から痛いもん。じゃあ3番さんお願いします。はい、多分キツネはもう5なんですけど、狼の考察はまああともう一回あるのかなと思うんですけど、狼位置が、まあ、いやでも1番さんと6番さんが村だと信じたいです。今日は5番さんいきます。はい、では考察は以上なので、ここから投票のお時間です。まずはキツネだと思う人をチャットに入れていただいて、ミリスタント系で20秒で一斉送信してください。運ぶもので、ね、20秒でキツネだと思う人を送信してください。時間関係なくて硬くもやばくもないでしょ。発泡性マジであるじゃん。はーい。はい、5番さん、今のお気持ちはいかがですか？いや、まあね。でしょうね。全くわからなかった話してる内容が。ただ僕ね、ワード当てれるよ、多分。あ、本当ですか、うん、じゃあ、どうぞ。村が発泡スチロールで、狼が段ボール。どうですか？ファイナルアンサー？うわ、絶対違うじゃん、その感じ。ファイナルアンサー。はい、今回はキツネの勝ちです。おめでとうございます。やったー。マジやったすごいです。マジごめんなさい、私がスカッシャったかもしれない。2がダンボール2がダンボールよくわかりましたね。そうです、村が発泡スチロール、狼がダンボールです。おめでとうございます。いやーすごいね。いや、これは、いや、6も頑張ってくれたし、あの運ぶ関係ですごいありがたかったね。2番はそこですよね。結構6番ちゃんが衣食住のあえて食にね寄せたんだろうけど、うん、いやー、まさかね当てちゃうんだ、すごいな。いやー素晴らしい、ありがとうございます。はい、というわけで、じゃあ一応答え合わせしましょうか。オオカミさんもね、誰がオオカミかっていうのもあるので、いや、ありがてーこれ。じゃあ6番さんから時計回りで自分のお題が何だったか発表してください。はい、発泡スチロールです。
そうだよな。はい、ボスロールです。やられました。今さんの音が嫌な時ある。もう。3ボールでした。発泡スチロールです。ごま油です。いや、キッチンで使うよね。うん、わかるよ、キッチン。美味しい。いや、食品トレーあるなと思ったんだけど、食品トレーさすがにここ最近見てないのはないかなと思って、スチロールだったらあると思うもんね。あ、見てなくてもまあ不思議じゃないと踏みました。いや、ありがとうございます。楽しかった。いや、すかしすぎてもないと思う、本当に。ありがとう。ちょっともう一戦くらい行きますか。行きましょう、行きましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、5番さんのお題は、豆です。お豆さんの豆です。ありがとうございます。はい、よければそのままお待ちください。豆か。おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。では先ほどと同じ村さん、狼が1、キツネが1の配役でキツネのみ逆転チャンスありになります。では今から10分間なので1時16分までお話し合いしてください。それではどうぞ。じゃあ僕から言っていいですかね。いや、もちろんですよ。2番さんに振ろうと思ってました。はい、じゃあ僕結構このお題って好きで、で、あ、そうなんだ。もう嫌いな人ってそんなにいないんじゃないかなってマジいるよ、いっぱい。ちょっと待ってください。俺のお題なら嫌いな人いないんじゃないかなっていうので好きなんで、ベラベラ喋る。そ、嫌いか好きかどっちかを答えてほしいですそんな私三番さんからお願いします。はい、まあ基本好きですけど、まあ嫌いな時もありますよ、私は。ご飯さんどうぞこれに死んでないか。あ、好きだけどね、僕は。嫌いな人もいると思うけどね。6番さんどうぞ。人によると思うけど私は好きかな。1番さんどうぞ。まあ基本的には好きかなと思います。別に2番さんの質問がおかしいとは思わないけどね。2番さんに返します。ああ、そうなんだ。嫌いな人もいるんか。あれ、これやばい。俺がやばい、これ。いや、3がそんな、いや、でもめっちゃ大好きですみたいな感じじゃなかったから。いや、まあまあ、次じゃあ3番さんかな。2番さん振っていいですよ、どっちか適当なとこに。あ、じゃあもう3番さんからでお願いします。どうかな。はい、じゃあ何質問しようかな。じゃあそれは、どうしよう。ちょっと待ってください。ちょっと考えたいんで、誰か質問ある人いないですか。あー、じゃあそうだな、僕行こうかな。じゃあ1番さん、そのお題は若者、中年、高齢者、全年齢、どれに当てはまりますかね。ご指名とは光栄です。いや、1番さんから時計回り行くよ。ああ、なるほど。ね、割と高齢寄りだけど、まあ全年齢だよ。あんまりなんかその世代によって好みとかが分かれそうなイメージはないかなというふうに思いました。じゃあ2番さん。ああ、いいね、いいね。いや、まあ分かるわ。僕は全年齢しかないんじゃないのって思うんですけど。あ、そう。その質問がちょっとよく分かんなかったです。3番さんどうぞ。いや、でも捉え方によっては。いや、これ若者、いや若者、マジか。俺違うのか。持ってると思いますけど、若者っていう時もあるんじゃないかなと思います。6番さんどうですか。いや、私も全年齢じゃないかなって2番さんと同じく、その質問はあれって思いますね。はい。いや、全年齢って答えるかなと思って聞いてますので、僕もだから全年齢って含めたんだけど、
全年齢って答えた中でも全年齢なんだけど心層は大きいかなっていうのを言ってくれた方が僕は嬉しかったなっていう意味では3番さんは結構近いかなと思いましたね。6番ちゃんにしようか。じゃあ3番さん考えてたら3番さんでもいいし6番さんでもいいですよ。じゃあやります。2択なんですけど、それはイメージ的に柔らかいか硬いかでお願いします。2番さんから、あ、2番、なんか2番さんからで。柔らかい、柔らかいか硬い、どちらかというと俺は硬いかな。硬いんだ。イメージ的には硬いの。そう、硬い。どっちもあるような気もするけど硬いにしとくかな。硬いの。さんどうぞ。硬め。うん、確かにどっちでもある、どっちでもあるけど、私は硬いより柔らかい。でもまあどっちでもあると思う。5番さんどうぞ。いや、これはね、6番の意見が一番わかるね。まあ、どちらかと言わなきゃいけないんだったら、でもまあ、硬い寄りだけど、柔らかいのもあると思うけどね。だから3番、その2択の質問はちょっとよくわからなかったな、感じですね。サーバーさんの一応答え聞きたいな。ああ、なるほど。なんだこれ。ちょっと質問わかんなかったですかね。ちょっと。これ人外かこれ。私もなんか6番さんと同じ感じで、硬いのもあれば柔らかいのもあるけど硬い限定ではないっていう感じですね。他質問の方どうぞ。じゃあ6番さんお願いしようかな。あ、じゃあ、形丸三角四角で表すなら、俺じゃない、やめて。1じゃあ5番さんからその内回りでお願いします。攻めるか。丸三角四角だったらまあ丸かな。一番、あ、3、時計か。3か、次 3どうぞ。頼む。私も丸で。よし、2番さんどうぞ。よし、うん、丸しかないと思うんですけど。よし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 。三角と四角は俺は見たことないかな。よしよしよし。まあど、その三角で言うならば丸だね。なるほど、ありがとうございます。同じです。じゃあ1番さん、え、違うか、誰なんですか、ね、1かな。3択で言うなら丸。ちょっと1黒りできそうじゃない。あー、そうだな。これといった質問がないんだけどな。いや、これ1人外でしょ。質問も思いつかない。じゃあ大きさって聞きますか。まあ、少し多分ね、大きさか意図がわからないかもしれないけれど、大きさといえば、まあ、どれくらいの大きさを想像しますか。何に比べてとかはもう自分で言ってもらって大丈夫です。2番さんからどうぞ。大きさ、比べたら結構分かりやすいような気がするんですけど、俺は小さい。小さいよ、小さい。はい、なんて言えばいいんだろうな。そんなバカでかくはなくて、でもそんなバカ小さいほどでもないっていうか、なんか普通、なんて言えばいいんですかね、手の、うん、まあ、小さい部類の方だと思います。いや、シンプルに小さいですよ。シンプルに小さい。6番さんどうぞ。はい、私もそうですね、なんか両手抱えて、ううみたいになるほど、全然そんな、でかくはない、まあ、小さい部類ですね。シンプルに小さくは大さいわけじゃないの。そうです、ね、これ俺キツネ、まあ、多分小さいですよね。はい、僕からの質問は以上です。待って待って、これ6違うな。え、待って、分からん。じゃあ一周回ったんで2かな。じゃあそれは軽いですか、重たいですか。ちょっと待って、また3番さんから単語をちょっと聞きたいですかね。やだやだ。はい、軽いです。これは軽いですよ、軽い。で、ちょっと6、1も聞いていいですか。あ、軽いですね、全然。なかなか見えてこないなと思うんだけど、てか小さいの後に軽いですか重いですか、まあ、そりゃ軽いですっていうに決まってるじゃんと思った。はい、庭さんどうぞ。いや、これうわ、まあ軽いは軽いんですけど、どうなんだろう、
出してこないかなと思って聞いたんだけど、ダメだったな。いいですかね。じゃあ僕質問いきまーす。僕ね、1番さんが3択で、何かと言われれば丸って言ってたの結構疑ってるんで、1番さんって言ってるんだけど、1番さん、それは食べ物ですよね。はい。あー、そうなんですね。6番さんは？あー、食ですね。食べ物です。いやー、そうか。じゃあこれ疑ってるって聞いて、食べ物じゃないですってこう言わせたい、その罠だったんだけど、それはダメでしたね。はい、僕大丈夫です。これ多分みんなもう食べ物って言っちゃうと思うんで変えます。あ、どうぞ、あの別の人どうぞ。食べ物だったぞ、食べ物だ。じゃあいいですか。てか3番さんは多分人外だと思うんですけど、他の人の人外があんま見えてこなくて、3番さんに答えてほしいんですけど、色って何ですか。色19分まで OK。え、色答えちゃっていいんですか。まあ、それに近しい色という意味で言ってもらっても構わないですよ。まあ、すかさない程度に言うと、まあ、はっきりしてない色というか、まあ、落ち着きのある色なんじゃないでしょうか。あー、なるほど。あ、じゃあ、まあ、5番さんの2番さん、2番さんの順番でお願いします。いや、3の答え方は良かったけどね、割と。僕は、ま、言っちゃえば、白です。頼む。いや、私も、派手じゃない色って言おうとしたんですけど、まあ、3番さんの言い方もすごい上手くて、まあ、5番さんの言う通り、私も白だと思います。よし！よし！いいぞ。これ村僕も白です。全だよね。米じゃない。あー、わかんないわ。ちょっと、あ、僕も白なんですけど、正直人外かよくわからないなという感じなんですけど。だからみんな好きなんでしょ、全年でいけて。質問は以上なんで誰かどうぞ。じゃあ3番は人外だよ。3番は人外。いや、1が気になっちゃったんだよな。丸じゃんだって形だから。じゃあ1番さん、アメリカ、日本、中国、一番イメージできるのどれですか。え、多分俺村だよ。日本です。いや、これは分かって聞いてるから僕。あ、そうか。いやー、紛れてるでしょ。あ、質問ある方どうぞ。じゃあ6番ちゃん行こうか、最後ね。6番ちゃんどうですか。じゃあ、なんかそれはなんか一つの二択でいいですか。一つの答えっていうか、答えっていうか一つの答えなのか、それともたくさんなのたくさん集まってっていう感じなのかっていう。絶対米だ、絶対米。じゃあ1番さんから時計回りでお願いします。これ米。俺から答えんの。俺的には3番さん2番さんに答えてほしいんだけど、どうです。6番じゃあ2から時計回りでお願いします。3はもういいよ。3キツネだこれで。俺が狼。俺は結構それは集まってる感じがあるんで、たくさんあるっていう感じのイメージですね。いや、私も集まってるんですけど、なんでこんなに人外塗りされてるのかわかんないんですけど、ちょっと近いお題をもうちょっと見つけたいなと思ってます。5番さんどうですか。いや、これはまあ集合体でしょうね。集合体、単品じゃ価値を見出せないな。はい、6番さんに返します。あ、じゃあ1番さんも一応お願いします。まあ一緒ですね。あ、全然わかんないですね。じゃあ終わりですかね。いや、これでも俺が最初さ。はい、では嫌いな人いないって。なので、ここから考察の時間です。5番さんから時計回りです。嫌いな人いるでしょって言っちゃったのやばい。死ぬ、それで死ぬかもしれん。あ、5番って言いました。あ、はい、5番さんからお願いします。はい、やっぱり3番さん
あの3番さんが人外だと思ってて、キツネだと思ってる。で、1番さんがこれ村だよって言ってたけど、正直結構紛れてると思ってて、1番さんがやっぱ丸三角四角で、迷ってはなかったけど、丸ってすぐ言えなかったのは人外かなと思った。で、ちょっと弁明したら、疑われてないのに弁明したらあれかもしれないけど、2番さんが最初に、絶対好きだと思うんだよねって言って、3番さんがちょっと嫌い挟んだから僕便乗しちゃったんだよね。そこは分かってほしい。いやもうあのどっちか寄れなかったから、ちょ2番殺したろうと思って言ったんだけど、僕は完全に2番にあの便乗する。嫌いな人はねいないと思う、ほとんどね。見たことはあんまりない。以上、3キツネで、で1番さんが答えられなかった似たようなお題の人狼。以上。なんかそれめちゃめちゃわかります。いや多分好きな人がもうほとんどですよね。だから2番さんと5番さんは村だと思って、おお大好きだ。1番さんも食って言ってたから、まあ、近いお題なのかなと思って、ね、狼で、まあ、消去法で3番さん狐かなって思ってます。1番さんどうぞ。よし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 。まあまあ3番さんが狐なのはいいんだけど、じゃあ5番さんに返してはこう、じゃあ丸三角四角の話で、なんあえて丸っていう風な言い方をしたかっていうと、あれって深淵じゃないじゃん。その丸だけども深淵じゃないじゃん。まあね、まあ、言っちゃえば楕円に近いような形だよね。楕円にような近い形を知る。だからあえて言うなら丸という言い方をしただよ。そこ分かってほしいかな。俺の意図はそこだった。なるほどね。で、いや、俺、ちょっと倒すよ。疑われてるから、すかしちゃうけれど、なんか上にかけて食べると美味しいよね。ここだけ言っておきます。いや、もう遅い。俺のターゲットから逃れられないぞ、1位。確定でごめん。確定でごめん。オオカミさんがわかんない。2位頼む。でも、2番さんの。変なこと言って。この絵は絶対嫌いな人いないでしょう。好きです。好きだよっていうのは、めっちゃ好きだっていう概念ってあんまりないかなって思った。その対象に対して。あるだろ。2が人外なのかなっていう。米だろ。かな。狼か。2人外読み？3番さん入れます。え、すごい。え、2位人外読みすんの？マジ？僕も3番はキツネだと思って3番を入れるんですけど。2位人外読みするんだ。どうだろう、 1か6かな。あれこれ、え待って、これ潰しちゃってる可能性あんの？さんの丸三角四角の質問、それがちょっと分かんなかったな。まあ例えるなら丸って言ったけど、うん、1番の言うことも分かるから、いやでもな、1番は分かったからこそ言ったっていう感じもあるんだよな。だから俺は狼は1だと思う。え、マジ？ちょっと待って。俺にならないんだ。いや、違いますからね。いや、私もなんかちゃんと、なんかそのなんか、なんて言えばいいですか？はっきりしない色とか、小さいとか、軽いとか言ってるじゃないですか。だから、村ですよ。勘違いしないでくださいよ。多分、これはキツネさんがうまく紛れてるんですよ。で、キツネさんは多分1番目に答えてない人だから、が多分かぶせに行ってて、多分6、1あたりで紛れ込みに来てるんですよ。だから1番さんが今疑われてるから、多分1番さんがキツネなんじゃないかなって思います。はい、では考察は以上なので、ここから投票の時間です。まずキツネだと思う人をチャットに打っていただいて、右下の時計で0秒ジャストで送信してください。よし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 。はい、というわけで3番さんが座ってしまいましたが、3番さん、勝てるぞ。キツネ何だと思いますか？いや、絶対キツネです。だってこれ当てんな、当てんな、当てんな。3番さんはキツネなので、このまま逆転チャンスいきましょうか、3番さん。ミスれ。はい、いや、村はもう絶対お米なんですけど、お米とかご飯とかなんですけど、うん、狼が…狼わかんないんじゃない？パンかな、と思います。惜しいですね。残念、外れです。残念ながら。狼の技は分からん。狼の技は分からないよ。さよなら。さよなら。
はい、では今度は狼を投票します。で、ちょっと割れそうだったので、ここでもし投票が同数になってしまった場合には、そのまま再投票なしで、狼の勝ちという形になるのでご注意ください。では狼だと思う人を左さんチャットに打っていただいて、右さん時計で15秒で終わりだ。お前の狼だと思う人を15秒で、お前の人生もこれで終わりだ。はい、いけ1やれ、おりゃ、よし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 。一番さん座りちゃいましたけど、一番さんどう思いますか？裏だよ俺は。米だよ米。はい、一番さんは村です、残念でした。というわけで狼さんの勝ちです。おめでとうございます。たまらねえな、たまらねえよ。いやあれだね。はい、というわけで5番さんが狼なので、今回は5番さんの勝ちです。ありがとうございました。ありがとうございます。いやこれ本当に僕、あじゃあお題発表しましょうか。僕からでいいのか、ね、じゃあ3最後 で、そうですね、じゃあ3番さんを最後にしたいので、2番さんから半時計回りで自分の題が何だったかを発表してください。2番さんから半時計回りで、3番さん最後です。いや僕すかしすぎたが、最初の質問僕お米でした。だからいやこれバレたかなと思って、重いか軽いかって言ったんだよね。そうだね、まあ自分もお米です。正直狼道がわからなかったけど、黒塗りしてくる5番さんだとは思わなかったです。6番さんだと。いや私もお米ですね。5番さんはもう村だと思ってました。5番さんどうぞ。はい、僕豆ね、豆なんで、3番さんの言ってたその嫌いっていうのがめっちゃ、だから2番さん爆死してんじゃんと思って笑ってたら、2番さんの方が村でしたね。で3がきつねとは思わなかったって感じです。3番さん何ですか？お題は夢です、ドリーム。もうドリーム、でかくて重い方がいいに決まってるじゃないですか。いやそれはでかくて重い方がいいわ。なるほど、なるほどね。そうそう、今回お題は米、豆、夢っていう感じで、あ、インフンでね、そう寄せてみたんです。いや米豆は分かるけど、夢全然、インフンでるだけだけどね。インフンでるだけや。いやー5番さんあれ色攻めたね、白。いや攻めたね、白。3番さんが死んでくれたから自分豆で、で2番さんがめっちゃ大好きっていう話だったから、いや結構狼っぽかなと思って自分で、で色で白は攻めた。米かなと思ってでも言った、米かなーと。まあ豆ならワンチャン白でも爆死はしないですもんね。まあそうですね、緑って言うか迷ったけどね。よし、自分が村だと思った。でも6番さんが手のひらには乗るみたいなことを言ってたから、あれ米じゃないのかなって一瞬思ったりはしたけど、シンプルに小さい米粒読みでやってたからね。そうだから6番さんの、いや食べ物はね、正直もう2番さんが大好きみたいなこと言ったから、僕豆だったし、なんか分かったよ。それはまあ6番さんが、5番さんのね狼要素と強いて言うならば、一番さんがなんだろう、丸、あえて言うなら丸っていうところの意図を組めなかったのは、同じ陣営じゃないからっていうところぐらいかな。5番さんが強いて言うならっていうところで、それ以外5番さんかなり村でしたね。いやーもうめちゃくちゃわかるよ、もう大変だしね、ちょっと欠けてるしね一番さんね。でももうそこしか攻撃できなかったわ、すまない。やられたわ。やられました。はい、ありがとうございました。じゃあね、ちょっと2戦やったんで今日はこれで終わっておきましょう。最後じゃあ感想を少しだけ6番さんから言ってもらって終わりますか。初めてだったんですけど、いつも配信見てたので、実際自分でやってみてすごい楽しかったです。よかった、またお願いします。あ、アイトンさんってさっきコメにいた人か。アイトンさんいたよね。このワードですけど、 YouTube で見たのは多分1週間くらい前なんですけど、
なんかめっちゃ面白くて、なんかその同じワードバスケットのシリーズをなんかすごい、何回も見た記憶とか何個も見た見ました。ありがとうございます。まあすごい自分でやってみても楽しかったいや、ありがとうございます。光栄です。ありがとうございました。2番さんどうぞ。また来てください。はい、実は僕最近配信を見た、まあ初見、いや新規勢の、ありがとうございます。で結構ワードウルフ自体は身内とかで結構やるよね、出たので、それで、あ、楽しそうだなと思って入ったんですけど、まあ狼当てたかったですねいや、わかるわかる。はい、初めてキツネやりました。難しかったです。あと、あの人狼殺を普通にやってたら、プテハシさんの村で見たことあるって、この名前見たことあるって言われたので、 あまり入りすぎないようにします。いや、そう、ありがとうございました。いや、ありがとうございました。じゃあ、僕感想言って最後4番さんにね締めてもらう、まさかの4番さんに締めてもらうんだけど、あの人がねあんまりいないので、よかったらね、まあ、その言わずに3番さんもねすぐ入ってきていただけたらなと。また新しく見てくれたって言ったら2番さん1番さんも最近も見てくれたって言うんで、またねやりましょう。来ていただいたら嬉しいです。まあ大体週1くらいでやってるんで、お願いします。楽しかったです。ありがとう。じゃあ最後4番さんも感想をいただいて終わりましょう。はい、いつも、GM としてやらせていただいてありがとうございます。どうぞ今後もごひいきに、どうぞよろしくお願いしますワードルはね、こんな感じでゆるくやれるので、そうなんですね、負けても先輩もクソも何もないんで、そうなんですよ。皆さんぜひお気軽にまた遊びましょう、一緒に。ありがとうございます。ありがとうございました。楽しかったです。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバーイ。というわけで、はい、ジジ、皆さんチャンネル登録、高評価ぜひ。ありがとうございました。バイバイ、ジジ。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価もぜひお願いします。このチャンネルでは主に人狼ゲームのプレイ動画を公開してます。サブチャンネルではストーリー性のあるゲームを毎日投稿しているので、そちらもぜひ見てくれると嬉しいです。ではまた。